川崎重工の創立120周年記念展が神戸市中央区の神戸ポートターミナル大ホールで開かれており、展示されている旧日本陸軍の戦闘機飛燕に注目が集まっています。飛燕は第二次世界大戦中に約3000機が製造されました。国内で唯一現存している機体は鹿児島県南九州市の知覧特攻平和会館で29年間にわたり展示されていましたが、年を追うごとに痛みが出たため、昨年所有する日本航空協会が川崎重工に修復を依頼しました。復元作業は困難を極めましたが、無事に修復が完了。今回この展示でお披露目となりました。この記念展開催は11月3日まで、開催時間は午前10時から午後5時まで、入場は無料とのことです。